炊飯器で有害がゆを作ってみました。お鍋でも作れるらしいけどね、炊飯器が楽だっていうから。オープン。大人のお米と一緒にドン。真ん中にいつも使ってるようなこう湯飲み茶碗入れて、大人の米のなんかこうとは別にしたいから、アルミの蓋をしてみたけれども、いらないのかな。だからこれをね、取ってまずお粥の状態を見てみます。熱いんだけど、熱いんですけど、あちゃあちゃあちゃ、引っ張れるかな。これさ、真ん中にマグカップ入れたってこと、お米ベトベトのマグカップが取れるということだよね。そういうことだよね。どうしたらいいのこれ。なんか布巾とかなかった？これこれ、こういうのでさ、お米つくじゃんって感じ。まずマグカップ吸出します。汁入っていくけど、お米だらけのマグカップ取れた。あちゃ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 って、あちゃ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 あ、取れた。失礼。穴ぼっこりだよ、こんなんよ。大人のお米はまあ普通に炊けてるよね。これね、今回私は3合にお米じゃない、大人のお米は3合にしました。で、真ん中に、10倍がゆだから、水の量をお米に対して10倍入れればいいらしいので、小さじ2に、小さじで20杯入れてみました、お水。米だらけのマグカップ出来上がり。で、お米の状態見てみまちゅう。はい、こんな感じ。柔らかい。結構ね、粒は大きいのね。でこれを細かくペースト状にするっていうことなんですけども、ペースト状にするのに裏ごし器とかないのよね。買ってもいいんだけど、家でやるもんでなんかできないかなと思って。量が多ければミキサーとか使っていいんだけど、ブレンダーはうちありません。ミキサー使うには量が少ないからもったいないから、今回は茶こし、これ茶こしでやってみようかなと思います。スプーンでネトネトになるまで潰すかとも思ったけど、とりあえずやってみますよ。裏ごしやってみましょう。どんくらいがいいかな。まずスプーン1杯ぐらい入れてみよう。で、いろいろなんか使えそうなもん売ってたけど、これはもらった、何かについて景品でもらったのかな。だけどファミリアのこれ使えないじゃん。届きそうなスプーンで潰します。おいしょ、おいしょ、おいしょ、少量で、おいしょ、おいしょ。出てる？あ、出てる、出てる。もう出てるよ、ほら。すごい、すごい。出るもんだ。でも中に粒が残る感じがするんですけど。これで、今回は初めてなので、小さじ1杯の離乳食を食べさせます。小さじ1杯で、おぉ、取れた。で、2合分なので、どのくらいかな。よいしょ、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 よいしょ。これで一杯になるぐらいまでとりあえず裏ごしして、裏ごしした後、ここに残ったお米は何なんだ、どうすんだっていうね。これも裏ごしされてるってこと。よくいろいろわかんないわ。この中の米はどうすんの、裏ごしされてんの。これ細かくなったよ。でもネトネトで水分なくなりましたって感じ。何、これは水分足して食べさせていいのか、何なのか。とりあえず大量に、もうちょっと大量にお米炊いて、ブレンダーはないから、でかいどでだかのミキサーで、いっぺんにぐにょぐにょペーストにして、赤ちゃんのダイソーで買ったね、製氷機皿に大量に入れて冷凍しようと思うんですけど、蓋付きのこれね、これで今回は初めてなんで少量でやってみます。とりあえずこれくらいでいいかな。最初ってさ、もうちょっと多くない？もうちょっとやっとく。どんどん中にお米が溜まっております。裏ごし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 
なんか詰まって出てこなくなったよ。よいしょ、お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 いしょ。確かに、よいしょ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 。少量だったらこれの方が早いのかもしれないね。スプーンで潰すだけじゃちょっと粗いってことですね。やっぱこういう目でやった方がいいってこと？あの目があるやつ。よいしょ、こんなもんかな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。とりあえずこれでどのくらい量あるか見てみましょう。小さじね、5ミリリットルの。さっきほど写した製氷皿は普通の製氷皿と一緒かな。一粒25ミリのだから結構入るよね。よいしょ。今小さじ1ってこのくらいってことは、今回双子ちゃんなのでもうちょっとこします。よしゃ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 。中の米はどうすんだ。一回出してみる。ねっとりトロントロン。もうちょっとあのお湯足してドロドロにしてもいいかもしれないですね。ということでお湯足します。お湯足して裏ごし、もうちょっと裏ごしします。お湯、やってる間にね遅いから、あのお湯吸っちゃいましたよ。お米はいいんだけど、なんか大きい粒入ってない？やだ、なんで？どういうこと？やめてよ、その回路粒出て、裏ごししたのに粒がなんて、どういうこと？よっしゃ、これでもう一回、もうちょっと、もうちょっと潰せ潰し、おいしょ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 。初めてだからお試しって感じかな。よいしょ、おいしょ、おいしょ、おいしょ。な感じで高速で潰していきまーす。よいしょい。ってなったら、このくらいのドローンってなんか、あの、海苔みたいな、液体海苔みたいな感じまでドロドロになりました。ドローン。これで食べさせてみたいと思います。ゆうばいがゆう小さじ1杯分できました。だだだー。これはお友達にいただいた離乳食用のスプーンに、このお皿はねちょうどよかった。醤油差しだね、これ。ははははは、ちょうどいい今の量なら。でこっちは色的にね、男の子女の子でいってみようかな。はい、これで食べてみようね。